ね、鏡に行きました。戸隠連峰がですね、風がないとここの水面に映って本当に綺麗な池ですね。あの森の奥の方に、水芭蕉の群生地がありますね。奥そぼろよりも、ちょっと小さいんですけれども、これから行ってみましょう。